あったかくて心も体もリラックスするでしょ。気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパとママの目を盗んで熱い浴槽に飛び込んだので、二人がすごく焦って探し回ってくれてるところに、ゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから後で聞かされた話なんだけど面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めて泳いだのに自然と潜れちゃったんだって。だからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。ほんとか？オイラもやってみ。アセアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたからここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだから、チビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。やったぜ、ありがとな。うまいの。当然よ、私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。ちゃ、さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから、天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに。あんたは小さい頃から牛乳が嫌いで、こっそり温泉に流したりするんだから。私が見ていなくたって、もうそういうことはやめなさいね。分かってるって。そんなこともやってたのかよ、温泉に牛乳を流すなんて。あの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって現行犯で捕まっちゃった。